今ねどこにいるかっていうとね、北海道旭川にいます。旭川の、四条通りって四条じゃない四条通りってねこれで七丁目付近にいます。割と街中ですね、三条通りの方が栄えてるんだけど、で今まあ割と市街地にいるんだけど、これからちょっと名所に行こうと思っててね、今39号線を上川方面に向かって走るところです。走ってます。でこの辺り一応市街地ということで、これは有名な歩行者天国になってるんで、ここのところ結構すごいよね、この歩行者天国ね。左方向 1km 先、追尾式パトカー取締りエリアです。でそこのところが北海道新聞社、旭川の支局だよね。まあ新聞社札幌にあると思うからね、あれが本社はね。でここの通りが、四条通りの8丁目です。四条通りだね。ということでこの感じで今行くところでございます。これなんかもうふくらんぼ交差点みたくなってますね、もうこの辺りはね。今日は残念ながら天気悪いですということでね、まあ今日今は21度か、今日は令和2年2020年の9月の18日、2時ぐらいですね、お昼過ぎて21度ということで、この時期で結構暖かいよね。でここから9丁目か、今こっち側が8丁目で、この先交差点取締エリアです。まあバスなんかもやっぱ走ってますね、かつやがあって、こう見るとやっぱり北海道って新しくできてるので5番目上ですよね。だから何丁目とかなってて、まあ信号法を見るとね、直線で見ていただいてもう信号だらけです。そして信号が雪国の人はそうか、まあ、俺も知らなかったんだけど、この縦ですよね、雪をかぶらないようにということで、雪で埋もれてしまって見えなくなることもあるので縦にしているということなんですね。で四条通りの15丁目、左方向この先検問エリアです。でこれから15から16丁目で覚えやすいよね。一旦これ覚えておくとね、結構分かりやすいなって感じはします。なかなか他のところだとね、まあ、京都だったらか、2条、3条、4条、5条とかね、あると思う。だから同じような感じだよね、5番目上ということで。で他の地域だとこういう風な感じで、5番目上になってる都市も多くはないので、それは結構いろんなところでくれくれしたりするんでね。でも分かりやすいっちゃ分かりやすいね、このね、通りとしてはね。中島病院、外科、胃腸科、整形外科、まあまあ大きな病院ですね。300m 先、左方向です。ガソリンが上がってるだなんだ、いつの間にか。わからん、北海道と値段が違うのかわかんないんだけど。で、電車か。目の前に電車走ってますよ。まもなく左方向です。これを左に行きます、39号ね、左に。ちょっと今から行くところがあって、三好のしばらく道なりに進みます、ね、右方向
向 1km 先交差点取り締まりエリアです。今が39度ございますね。 500m 先検問エリアです。旭川の五条の郵便局が下に行くね。で今五条通りですね。これが五条通りか。だから1条2条3条4条5条って駅から離れてる感じであるわけだけど、次は6条になる。なんどのくらいまであるのかなって感じこれね。で6条通り正面はまあ左方向、この先、追尾式、パトカー取り締まりエリアです。左方向 500m 先、追尾式、パトカー取り締まりエリアです。7条通りで、そして次が8条通りか。どこまでこの何条って続くのかなって、ちょっと待って8条9条九条かな、どっちなんだろうね、読み方。九条通り、九条通り、九条かな。1条、2条、3条、2条ってあんまりいないから、1条、3条さんとかね、5条さん、まあ、そういうの結構、あの、公家の出な、の人が多いですよね。うん、栄橋、栄橋。で、家電屋がありという。上川まで43キロ落ちて、ね、北見まで158キロです。1キロメートル先交差点取り締まりエリアです。